北アメリカの4590地点を示すマーカーと標識。あとに、実際の4590地点はこのモニュメントの中央よりも1066.18フィート後方に、ある胸の注意書きが標識に追加された。北アメリカの4590地点を示すマーカー4590地点とは、両極から赤道までと、本書四5線から180度経線までのそれぞれの、 中間の経営移動を持つ4つの地点のことである。具体的には、北緯45度線、南緯45度線、東経90度線、西経90度線のいずれか2つの交点のことである。最もよく知られ、人がよく訪れる4590地点は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州王宋聖光、マラソン群のリートブロック町内にある北緯45度西径90度地点で、ある。 この地点の標高は海抜410メートルである。ここにはマラソン軍公営委員会により設置された4590地点を表すマーカーと標識がある。個人向け GPS 機器の普及に伴い、後になって実際の4590地点はこのモニュメントの中央よりも1066.18フィート後方にある胸の注意書きが標識に追加された。ただし、 これは、実際の4590地点が、私有地の中にあるため、故意に道路沿いのずれた場所に設置されたものである。もう一つの陸上の4590地点は、中華人民共和国、新疆ウイグル自治区のモンゴルとの国境近くの荒れ地に、ある北緯45度0分0秒、統計90度0分0秒。 北45.0000 00度統計90.0000 00度45.000090.0000 00 90. 00地点である。ウルムチ市から 240km 北東のところにある。行政上は、機大県とチンギル県の境界上にある。この地点の標高は、海抜 1009m である。2004年4月13日、一人のアメリカ人と、この地点に、 最も近い機大圏の町のタクシー運転手がこの地点を訪問し、ディグリー・コンフリューインスプロジェクトに訪問記録を残している。彼らの記録によれば、この地点には4590地点であることを示す記念碑やマーカーなどは一切ない。南45度。 統計90度付近でのマレーシア航空370便の、創作難易45度0分0秒統計90度、0分0秒、難易45.0000 00度統計90.0000 00度、-45.000090.0000 00地点は、インド洋の海上である。サンポール島から南東2244、キロメートル。 ハード島から北東 2480km、ケルゲレン諸島、ポルトオフランセから東北東 2569km、北極から北に 2425km の位置にある。人が住んでいる場所で最も近いオーストラリア、西オーストラリア州のオーガスタからは、南西に 2448km である。 アフリカからは、レユニオン島から南東に4 0メートル、モザンビークのベンゲラ島から南東に5 5 5 0トル、南アフリカのモーセルベイから南東に5 8 0 0トルである。この地点の水深は3 1 9 7ルである。2014年3月、消息不明となったマレーシア航空370便の破片とみられるものがこの地点付近にあることが、 衛星画像の解析により判明し、付近の捜索が行われた。南位45度00秒、整形90度00秒、南位45.0000 00度整形90.0000 00度、-45.0000-90.0000 00地点は、南太平洋の海上である。チリグアイテカスの西南西 1297km、 南極大陸の北 3070km の位置にある。この地点の水深は 4180m である。ありがとうございます。